この動画は RX ジャパンと JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。リチウムイオン電池を過充電するとどうなるのか、今日は実験してみます。リチウムイオン電池はスマートフォン、ノートパソコンなどの持ち運びできる電子機器からハイブリッド車や電気自動車などの大型の装置にも非常に幅広く使われています。なぜそんなに幅広く使われるかというと、それはリチウムイオン電池に次の特徴があるからです。リチウムイオン電池は他の二次電池と比べた時に、まず起電力が高い、大電流を流せる、そしてエネルギー密度が高いという特徴があります。また軽量で比較的長寿命、充放電の繰り返しによる容量低下が少ないなどの利点から幅広く使われるようになっています。そんなリチウムイオン電池ですが、それらを過充電するとどうなるのか実際に見ていきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。みんな展示会に行こうということで、今日はなんと展示会の告知になります。2024年の1月24日から26日に東京ビッグサイトでアジア最大級のエレクトロニクスの展示会があります。ネプコンジャパンです。一見も過去何回か行っていますが、企業の製品がずらりと並んでいて、実際に見たり試したりできる非常に貴重な機会です。そして今回なんと記念すべき第1回のパワーデバイスモジュール展も同時開催します。パワー半導体は電動化の波が押し寄せてきて非常に熱い分野です。各社の動向確認や実物展示を見る絶好の機会となっています。というわけで1月24から26日ネプコンジャパン行ってらっしゃい。実験を始める前に、まずリチウムイオン電池についての予備知識を少しだけ解説します。こちらがリチウムイオン電池です。表面にはリチウムポリマー電池と書いてありますが、これもリチウムイオン電池と同じです。リチウムイオン電池の形状にはいくつかあります。こういった平べったいタイプのもの、そしてこういった円筒型のものもあります。この2種類が一般的によく使われる形状です。まずリチウムイオン電池見ていきます。高照電圧 3.7V、 定格容量 150mAh と書いてあります。こちらの円筒型についても同じように定格容量と高照電圧が書いてあります。こちらの定格容量が大きなリチウムイオン電池であるほど、より多くのエネルギーを蓄えることができます。ただ定格容量が大きくなると、その分電池本体も大きくなります。こちらの高照電圧 3.7V と書いてあります。リチウムイオン電池の場合は 3.7V と書いてあることが多いです。ただ実際にリチウムイオン電池が出す電圧は充電の状態によって変わります。実際に電圧を見るとこのようになります。今日の実験で使う電池、ほぼほぼ満充電の状態です。ですので電圧は高照電圧の 3.7V より高い 4.16V になっています。一方の円筒型のバッテリーを見てみます。こちらは半分程度放電したものですが、電圧は3.78V となっています。ほぼほぼ高照容量と同じです。このように充電の状態によってバッテリーの電圧は大幅に変わります。リチウムイオン電池でよく使う電圧の範囲は 4.2V から 2.7V の間です。満充電だと 4.2V 程度、そして放電した状態だと 2.7V 程度まで電圧は低下します。満充電、つまり 100% 充電の状態からリチウムイオン電池に一定の電流を流して放電します。そうするとこのような放電カーブになります。充電が 0% に近づいていくと電圧が割とストンって落ちるようになります。ここよりさらに放電してしまうと過放電の状態になります。バッテリーにダメージがいくので過放電にはしないようにします。今は放電しましたが、ここから充電します。充電する時のバッテリー電圧というのは放電時より少し高くなるのですが、今回は細かいことは考えません。充電していくとこんな感じです。で、満充電に近づくと電圧が上がると、このように充電していって元の電圧と同じ 4.2V までフル充電しました。充電するときにこの電圧より高くしてしまうと過充電の状態になります。少し話がそれますが、電池の劣化を防いで長寿命を狙う場合は、ここの電圧を 4.2V ではなくて 4.1V くらいに設定することもあります。話を元に戻します。リチウムイオン電池の電池残量を SOC と呼びます。SOC はステートオブチャージの頭文字を取ったものです。今回は 4.2V のところで充電が完了したところを SOC100% とします。今回の実験で過充電にするというのはどういうことかというと、この SOC を 100% 以上にしていきます。つまりリチウムイオン電池の充電を 4.2V で止めないで、それよりもさらに高い電圧にして充電をしていくわけです。ここからはリチウムイオン電池の過充電試験についてです。実はリチウムイオン電池の安全性試験は企画で決まっています。今日はそれに近い状態で実験をしてみようかと思います。かなり厳しめの条件です。
まずやり方の一つ目が SOC200% になるまで低電流で充電するというものです。電池がこのようにあったら、ここに流す電流を、一定の電流にして、それで充電していくというものになります。そしてもう一つのやり方ですが、 10V の電源をそのまま直接接続するというものです。ここに電池がありますが、そこに 10V の電源を直接接続してしまいます。リチウムイオン電池の高渉電圧は 3.7V なので、それの約3倍の電圧を加えるものになります。どちらもかなり厳しい条件での過充電試験になります。それでは実際にやっていきましょう。というわけで実験のセットアップができました。まずは 10V の電圧を加えていきます。まずバッテリーの初期電圧は 4.21V、 バッテリーの温度は 17.6 度となっています。では実際に電圧を加えていきます。はい、煙が出てきましたね。バッテリー自体は燃えていません。どうやらバッテリーに接続する頃の回路が切れてしまったようです。温度は結構高くて43度程度まで温度上昇しました。では電源の接続を一回切り離します。電圧が 0V となっています。ということはこちらバッテリーのセルから引き出す配線の部分が焼き切れてしまった可能性が非常に高いです。開けてみます。10V で充電したリチウムイオン電池、このカプトンテープの部分が溶けてしまっています。溶けてるというよりか焦げてるですね。ここをもう少し開けてみます。カプトンテープ取りましたが結構焦げてますね。こちらのリチウムイオンバッテリー、なんと保護回路が入っていました。購入した時の確認不足なのですが、保護回路が入っているものをどうやら購入してしまったようです。こちらのプリント基板の上に電池保護用の IC が載っていますが、丸焦げになっています。今回実験したいのは、保護回路がある場合の過充電ではなくて、リチウムイオンバッテリーを直接過充電した時の様子です。ですのでこちらの保護回路は取り外して、もう一度同じ実験をします。今度は直接リチウムイオンバッテリーに 10V を接続します。このようにバッテリーに直接電源を接続できるようにしました。というわけで 10V の過電圧試験をもう一度試してみます。バッテリーの SOC は 100%、 4.2V です。バッテリーの表面温度は 14.4 度です。それでは 10V を加えていきます。はい、電源の表示を見てみると 60W 程度で充電しています。これによって化学反応と電力損失が合わさって、バッテリー温度は急激に上昇します。温度が一気に上昇してきました。60、100を膨らんできて破裂、煙が出ていますね。ただ燃えるといったようなことは起こっていません。結構安全ですね。そのまましばらく放置します。ただ電流自体は少しずつ引いているようで、 0.5A 程度は流れています。消費電力は 6W 程度です。温度も100度程度となっておりまして、なかなか低下していきません。おお、一気に反応が来ました。燃えましたね今電流は一切流れていないので、もう完全に中は燃え尽きてしまったようです。ちょっと煙が邪魔で見えないので、こちらの蓋を取り外してしまいます。おお、臭い。でここら辺の反応が全て終了したので、一旦実験は終わりにします。実験後はこのようになっています。完全に破裂していますね。そして黒い液体状のものが飛び出した跡があります。もう乾いてしまっていますね。こちら黒い粉のようなものも散らばっています。これが実験結果です。電源を投入した直後は電圧は 10V まで上昇していません。これは電源の性能が低かったからです。温度は充電直後から上昇し始め、その後95度まで上昇しました。その後も電圧を加え続けると、75秒付近で温度は上昇し始め、最高温度は134度まで到達しました。多分燃えたところですね。その後温度は低下という結果になりました。これが 10V の過充電した後のリチウムイオンバッテリーです。リチウムイオンバッテリーだったものですね。先ほどの映像を見てもらった通り、火を吹いていました。中も完全に焼け焦げてしまっています。で中の材料も完全に焼け焦げているので、こういう風に崩れて出てきてしまいます。こうなってしまうとリチウムイオン電池はもう完全に壊れてしまっていますし、使うこともできません。次はバッテリーの SOC を 200% まで充電する過充電の実験をやります。バッテリーの充電電流は今回一定です。今回リチウムイオン電池は 150mAh のものを使っています。ですので充電電流は 150mA に設定しました。それでは充電を開始します。はい、
SOC200% まで充電するということなので、後ろにある時計が1時間になるまで充電をし続けます。それではしばらく待ちます。ちなみに実験開始時のバッテリー電圧は約 4.3V、 バッテリーの温度は16度です。バッテリーの充電開始から10分が経過しました。バッテリー電圧は 4.5V を超えてきています。バッテリーの温度については先ほどとほとんど変わらず16度です。また電池の見た目などには変化は一切ありません。このまま SOC200% になるまで充電を続けていきます。充電開始から16分経過したところで少し変化がありました。バッテリーの電圧は 4.6V 程度、 SOC でいうと 120% 程度でしょうか。こちらのバッテリー温度がですね、だんだんと上昇してきています。これは充電時にリチウムイオンバッテリーの中で化学反応が起きているからです。それで発熱しています。現状バッテリーの見た目などにも変化はありません。膨張もしてはいないです。このまま待ちます。今充電開始から23分が経過しました。バッテリーの底面部分がですね、明らかに盛り上がっているように見えます。これ中でガスが発生して膨張しているのでしょうか。充電を開始してから25分経過しました。バッテリーの温度は17度を超えています。実験開始時から約1度の温度上昇です。温度の上がるペースもですね、みるみるうちに上がってきています。これ以上充電していると何か起こりそうな雰囲気です。さらに充電していきます。先ほどからまだ3分しか経過していませんが、温度上昇は1度を超えています。かなり温度上昇のペース早くなってきています。こういうふうにパッパッパってどんどん温度上昇していますね。こちらのバッテリーの電圧も 5V を超えてきています。これが充電を開始してから28分目の出来事です。充電開始から30分になると SOC は 150% になります。今バッテリー充電し始めて33分ですが、バッテリーがですね、結構パンパンになってきています。温度も28度なのでかなり高いです。中でガスが発生している状態なのでしょうね。充電開始から38分経過したところでバッテリーの温度は36度、人間の平熱と同じくらいになっています。バッテリーの電圧は 5.31V です。バッテリーの状態ですがかなりパンパンに張っていて、今にも破裂しそうな状態です。そして温度上昇のペースもかなり速くなってきています。今充電開始から40分が経過しました。 SOC は 166% です。温度も40度に達しようとしています。温度計を固定しているテープが外れてしまって、こちらの温度が少し下がってしまいましたね。膨張してしまったのでカプトンテープがね、パッツンパッツンになってます。ただ今から温度計を貼り直すわけにもいかないので、このまま継続します。てか触りたくないですからね、こんなの。ここで充電開始から50分経過しました。残り10分です。温度は 43.8 度です。ただし先ほど温度計がですね、外れてしまったので、これはすでにバッテリーの温度は測定していません。バッテリーの電圧は 5.24V です。充電開始から1時間が経過しました。常に 150mAh で充電してきたので、バッテリーにはもともとあった 150mAh に加えて、さらに追加のですね、 SOC200% 分の容量が充電されたことになります。バッテリーの電圧については 5.27V、 そしてバッテリーの最高温度については45度という結果になりました。バッテリーのセル自体は非常にパンパンに膨らんでいますが、破裂するもしくは爆発するということはありません。 SOC が200% まで充電できましたので、実験はここら辺で終了にします。こんな感じでですね、バッテリーが本当にパンパンに膨れ上がってて、多分一番最初の厚さの3倍くらいに増えてしまっていますね。触るのもちょっと怖いですね。これは実験結果です。充電開始直後からバッテリーの端子電圧は上昇しますが、それ以外の大きな変化はありません。横軸25分から30分の間でバッテリー電圧が 5.2V まで上昇しました。それと同時に温度も上昇を始めました。これはバッテリーが膨張を開始したタイミングです。その後充電はしているのですが、バッテリーの電圧は 5.2V から動きません。40分付近で温度が不連続になっています。これは温度計が膨張によって外れてしまったからです。これ以降の温度は参考値です。60分間充電しましたが、膨張以外の変化は見られませんでした。 SOC200% まで充電した後のバッテリーの外観です。もうパンパンです。最初の厚さのだいたい3倍から4倍になっています。電圧を測定してみると 4.1V 出ています。バッテリー自体の電圧は出ているんですけども、まともに使えるかというと、おそらく使えないかと思います。試してはいません。充電している時や放電している時に発火する可能性が非常に高いですし、もうこうなってしまったら使わない方が良いでしょう。ちなみにこういうふうに押すと少しへこみますね。実験してしばらく経過した後なので、もうガスの圧力は高くないようです。
今回の過充電試験ではリチウムイオン電池は派手に燃えてしまったり膨張してしまいました。しかし実際にリチウムイオン電池を使う場合はほぼほぼ 100% 保護回路がついています。なので過充電過放電にならないようになっています。実際に今回使用したバッテリーでも保護回路が装着されていました。ただ保護回路抜きで実験したかったので保護回路は外しましたけど、保護回路の役割としては充電中の場合は電圧が過電圧レベルにならないように常に監視します。過電圧になったら充電電流を遮断します。これは放電についても同じです。使用中に電圧が過放電レベル 2.5V 以下とかにならないように常に監視します。過放電レベルの電圧になったら放電電流を遮断する動作をします。今回実は話さなかったのですが、バッテリーに流れる電流も監視しているケースが多いです。電流が流れすぎているようならバッテリーの電圧に関わらず電流を遮断する動作になります。それ以外にもバッテリーの温度監視をするケースもあります。今回の場合ですと SOC200% は45度程度まで上昇、そして 10V 充電時は100度程度まで上昇していました。そういった場合は保護が働いてバッテリーを回路から切り離す動作になります。ただ保護回路も全ての事故を防げるわけではありません。例えばバッテリー自体が劣化した場合です。劣化が進んだリチウムイオン電池をずっと使い続けるケースを考えてみます。保護回路が動作しない範囲内でもバッテリーが膨張したり、可能性は低いですが爆発する可能性もあります。それ以外にも外部から衝撃が加わって電池自体が機械的に破損、内部で短絡すると発煙発火につながることもあります。ニュースで見かけるゴミ収集車が燃えているケースはこれです。リチウムイオン電池が押しつぶされて発熱発火します。この押しつぶしの破損については別途動画を作成予定です。というわけでリチウムイオン電池を過充電するとどうなるか実験してきました。今回はかなり厳しい条件での過充電試験だったのでバッテリーは耐えきれずに膨張したり、あとは発煙発火してしまいました。ただ実際にリチウムイオン電池を利用する場合はほぼほぼ 100% 保護回路と一緒に使われます。ですので通常利用で今回のような過充電になることはほとんどないです。ただリチウムイオン電池は使うたびに劣化が進んでいくのでバッテリー自身の劣化で引き起こされる事故もあります。リチウムイオン電池様々な電子機器に利用されていますが実はそこそこ危ないので取り扱いにはぜひ皆さんも注意しましょう。というわけで今日のスポンサーの JLCPCB の紹介です。どうぞ。プリント基板を作るなら JLCPCB、 安くて早い。このスピード感はプロトタイプを早く作るのにすごく役立ちます。最近は部品実装も一緒にやってもらう PCBA をおすすめしています。 JLCPCB 自体が部品商社もやっているので在庫部品多数、 JLCPCB 自体が扱っていないハイスペックな部品の代理購入も可能です。それを部品実装までできるわけですね。 JLCPCB 一度使ってみてください。クーポンも配布中です。そんな JLCPCB が2024年1月24日から開催されるネプコンジャパンになんと出展します。こちらぜひ見に行ってください。ブースはこの辺りです。ネプコンジャパンには一見も3日間参加しますし JLCPCB のブースも見に行きます。最後になりますが動画が役に立ちましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE やってます。一見が出演する最新イベントの告知や一見が販売している製品のセール情報などを案内中です。概要欄のリンクからぜひ友達になってもらえると嬉しいです。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。